はい、皆さんこんにちは。今ここは滋賀県日野町に来ています。近江鉄道日野駅に来ています。駅前はこんな感じですね。まあ、日野駅、まあ、結構建物はありますが、まあ、ようこそ日野って書いてありますが、日野町人と花の町って書いてありますね。まあ、こんな感じで駅前はこんな感じですね。まあ、商店が並んでますが、駅前自販機が1台2台、雨が降ってますね、今ちょうど。ちょっと強くなってきたな、ね、で、これは公衆電話もありますね。で、駅舎はこんな感じの駅舎ですね。なんかどっか昭和感が漂う質感ってます、看板も。で、駅舎の中に入っていきましょう。なんと駅舎の中にも自販機があるんですね、これすごいですね。で、駅の中はですね、無料休憩所ってなんですか。近江本線各有人駅の営業時間についてとか、ね、まあ、ありますが、ワンマン運転なんですかね、これ。電気は消えましたけど、何でしょうか。で、確認不在時の電車の乗り方、降り方ってことで、まあ、後乗り前降りって方になってますね。新型コロナウイルス感染拡大対策対応についてことで、近江鉄道でもね、ですね、従業員がマスク着用とのお手伝いさせていただきますと言っております。で、近江鉄道日野駅で営業窓口の営業時間は平日は朝と夕方あるんですが、休日は午前中のみということなんですね。今の時刻はですね、何時だ今。16時16時12分ですので、まあ、今時間は金がいません。時刻表ですが、だいたい1時間1本か2本といったどこでしょうかね。結構本数がありますね。で、まあ、今度16時35分の妖怪地域に乗ると思います。こっちですかね。で、運賃表ですが、キブカーまで460円で、妖怪地530円で、近江八幡まで、800円で、米原990円飛行連930円とか、ね、そういう感じになってます。なんだこれ、なんか売ってるそうですね。よくわかりませんが、で、日野駅ご案内ってことで、晴れてきた。で、ホームを、ね、見ていきましょう。有人駅に昔ながらの改札口のラッチがありますね。これ何これ、あ、動かせる、ね、今でもやってんのかな。で、日野って書いてありますが、左朝日の右水口松尾って書いてありますね。こっちがですね、キブカワホームですね。で、こっちが妖怪地舞原ホームということですね。あの、晴れてきましたね。じゃあ早速こっちのホームから、ね、早速行きましょう。見どころってありますか。なんだこれ、この感じですね。みんなに利用して琵琶湖京阪の線各箇所を実現しよう、どういうことでしょうかね。で、日野と滋賀県蒲生郡日野町地域ってのはこれということでですね、ホームは2面2線の交換可能となっていますが、まずはですね、大体2、3両分ぐらいしますね。相当問題かな。今日は風が強いですね。なんか全然午前中は風ってなかったんですけどね、夕方になってからなんかすっげえ風出るようになりましたけど、
交換できるんですね、この駅ね。で、駅前はこんな感じで、ね、住宅が結構あるんですが、向こう側は、まず何もないですね、これ。仮設状態っていうか。で、なんか真ん中に中線が一本ありますけど、多分絶対使ってないでしょうね、これ。使われている気配が全くありませんが、もう草絡んじゃってますかね、これ。そしたら、2番ホーム行ってみましょうか。これなんだろう。あ、やめましたね、なんか。あ、よかったよかった。ここは石になってますけど。で、このところに駅名表がありますね。なんでこのところにあるんでしょうか、よくわかりません。で、踏切があるということですね。自転車の貸し出しをしてる方だそうですね。本当に駅の反対が本当に田んぼしかないですね、これ。田んぼか畑か、畑か、これ、畑しかないですね、これ。いやー、すごいな。で、滋賀県はね、こう雪がね、降ったんでね、降ったっていうか、いつ降ったんだっけ、まあ、3日4日ぐらい前に降ったんで、まあ、雪が残ってますね。で、2番ホームやね、抹茶室というか、なんか屋根がありますね。向こうもまあ同じですけど。いいですよ、この木目じゃないよ。こう木の柱でね、なんか昭和感がありますね。ベンチもね、こんな感じで。まあこんな感じかな、大体。近江鉄道もね、意外に、自分乗ったことないんですけど、まあこれから初乗車ってことなんですけど、今噛んだね今。いやー、どういうもんなんでしょうかね。で、そこに車庫がありますね。そして車庫なのかな、あれ。まあ多分使われてないと思うんですけど、まあ地下レールがついててボーンって行くんですけど、多分もうレールが見えないですね、ほぼほぼ。で、向こうにもなんか側線がありますね。で、コミホームがありますね。これ貨物ホームの後なんでしょうかね、これ。もともとどうなんでしょう、なんかミルクキャラメルこいつ。そんな感じかな、大体。じゃあ以上ですかね。駅舎はここレトロでいいですね。以上、日野駅でございました。